ほう、でかいな。すごいですよね、これ。さっき釣ったばかりなんですよ。そうなのか。もしかしてお前が釣ったのか。まさか。釣ったのはあの人ですよ、伊沢さん。今日も大量ですね。まあ、あの、久々にいいのがたくさん釣れたけ、このまま刺身でもして一杯どうね。いいですね、準備しますよ。あんたは通りすがりだ。気にしないでくれ。立派な魚だったんでな、つい見とれてしまった。嬉しいことを言ってくれるんじゃの。そうじゃ、あんたも一緒にどうね。こいつで一杯。俺もだが。遠慮すんなって。今日は大量だったけん、こんなでかいのわしらだけじゃ食いきれんけん。そうですよ、せっかくですから一緒に食べてってください。そうか、じゃあ甘えさせてもらおうか。よっしゃ、じゃあ宴会の準備じゃ。準備。ふう、食ったの。美味しかったですね。すまないな、俺までごちそうしてもらって。なーに、気にせんでくれ。わしも新入りさんといろいろ話せて楽しかったけん。ああ、わしは漁師の伊沢を言うんよ。よろしくの。私は魚屋の天野って言います。伊沢さんの魚を売っているんです。桐生だ。俺もここに来てから日が浅くてな、いろいろと話せて楽しかった。桐生さん、もしよかったら今度一緒に漁に連れてってやるけん。本当か。おお、桐生さんええがたいしちょるけん、多分漁とかうまいと思うけんがの。楽しみにしている。おお、じゃあまたええの連れたら一緒に食おうや。桐生さん、わしらはこの辺にようおるけん、また声かけてくれや。ああ、新鮮でうまい魚だったな。漁の約束も楽しみだ。また顔を出そう。あれは漁師の伊沢さんじゃねえか。おい伊沢さん、どうしたんだ。ちょっと寮でヘマしての。すまん、医者を呼んできてくれるか。わかった。いや悪いの、桐生さんがいてくれて助かったよ。大丈夫なのか。まあ幸い大事には至らんかったけん。じゃがしばらくは寮はできんかもの。そうか。伊沢さん、怪我したって大丈夫ですか。もしかしてまたあいつにやられたんじゃ。まあの、あいつ。ああ、まあこっちの話よ、気にせんでええけん。しかし困ったの、しばらく漁はできそうにないけ。わしは構わんけど、このままじゃ天野に魚をおろせんようになるがの。仕方ないですよ、うちも伊沢さんがいない間は休業するしかないですね。そういうわけにはいけんじゃろ。あんたんとこおふくろさんまだ病気治ってないじゃろ。入院費稼がにゃならんって言うとったじゃろうが。そりゃそうですけど。誰か他の漁師から仕入れたりとかはできねえのか。実は私、最近この仕事を始めた新米で、漁師さんたちからあまり信頼されてないんです。だから誰も魚を預けてくれなくて、私に預けてくれるのは唯一伊沢さんだけなんです。この辺の漁師は頭の固いやつが多いけ、若い連中には冷たいんよ。
それに嫌気がさして若いもんみな東京に出るけん、漁師で残ってるのは老いぼればっかりよ。そうなのか。でも天野はこう見えて情熱持ってやっちょるけん、わしはそこで判断してこいつに預けとるんよ。じゃが困ったの。そうですね。ん？ほうじゃ。ん？なあ桐生さんよ、あんたこの前漁をやってみたい言うちょったの。ん？ああ。もしよかったらわしの代わりに漁をしてくれんね。俺が？ああ、もちろんやり方は教えるけん。そんな、免許も経験もないのに無理だろ。この辺りならわしが付き添うちょったら素潜り漁なら免許もなくできるけん。それに細かい許可とかはわしの方で取れるけん心配はいらんけん。しかし。なあにそんなに深く考えさんな。別にわしと同じ働きを求めちゃおらんけん、気軽に遊び気分でも構わんけん。もちろん釣った魚を天野に売った報酬は桐生さんがもらって構わんけん。漁師体験もできるし金も稼げる、一石二鳥じゃ。ええと思わんか。桐生さん頼む。少しでも天野に商品を渡してやりたい、それだけなんよ。病気で入院してるこいつのおふくろさんのためにもの。伊沢さん。わかった。ほんまか。ああ、だが漁なんてやったことがないからな、期待に応えられるかどうかはわからんぞ。キリュウさん、ありがとね。ありがとうございます。本当にいいんですか？結構無理難題ですけど。この前俺にうまい魚を食わせてくれただろう。その恩返しみたいなもんだ。キリュウさん、ありがとうございます。よし、じゃあ善は急げじゃ。寮に行く準備ができたらわしに声をかけてくれんさい。わかった。キリュウさん、早速漁に出るん。よっしゃ、じゃあ船を出すけ。
取りまくってやるぜ。大量だな。どうじゃった？初めての寮の感想は。難しいな。だがなかなか奥深い。初めてでこんだけやれりゃどうできよ。キリュウさん、やっぱりセンスあるの。褒めても何も出ないぜ。キリュウさん、今回の寮の報酬です。初めてだし、ちょっと色をつけておきました。こんな感じで寮の結果に応じて毎回収入を得られるってわけよ。魚を取れば取るほど金になるけ、ガンガン取ってみんさい。ああ、あと今回潜った場所で十分漁ができるようになったら、他の場所にも船を出していこうと思うけ。ちょっと漁は難しくなるが、その分価値のある魚も増えるけ。まあ頑張ってくれや。わかった。それじゃこれからしばらくの間よろしくの、キリュウさん。おう、まさか俺が漁をすることになるとはな。人生わからねえもんだぜ。よう、キリュウさん、漁に行くんね。よし、じゃあ船を出すけ。今回も大漁を狙うぜ。
さあ、漁を始めるか。できたぜ。初乗り料金かしこまりました。それでは出発いたします。すね、そうだな、うん、あ、キリュウさん、いやお待ちしてたっすよ、キャプテン。よう、ところで何やってたんだお前ら。何か困ってたみたいだが。ノック練習でもしようと思ったんすけど、人数が少なくてできなくて。どうしたら少ない人数でも効果的な練習ができるか考えてたんす。そうか、確かに人数が少ないとろくに練習もできないかもな。そうなんすよね。でも練習しないとプロになる夢が。なんだ、千葉はプロを目指してるのか。一応。まあでも厳しいことは承知してるんすけどね。社会人野球にもどこにも入れませんでしたし、僕みたいな下手な選手を迎えてくれたのはこのチームくらいのものでしたから。まあ夢を見るだけならただっすからね。ただなら見といた方がいいでしょ。まあそうかもな。意外と暑いんだなお前。いやいや、そんなそんな。でも話戻りますけど、人数が少なくて練習がうまくできないのは痛いっすね。今のままだと選手交代もできないっすから。まずはメンバーを増やすところから始めなきゃいけねえみたいだな。
が、急にメンバーを探すと言っても難しいな。お前ら誰か心当たりのあるような奴はいないのか？まあいるにはいるんすけど。ほう、誰なんだそれは。いや、でもそいつは千葉さんの言ってるのって森塚さんのことじゃないですか？森塚？ええ、千葉さんの高校の同級生でチームメイトです。一緒に甲子園目指したっていう。なんでもプロに注目される選手だったみたいですけど、何かトラブルで野球をやめちゃったとか。ほう、そうなのか。ええ、まあ森塚さんはピッチャーなんで、入ってくれると本当に助かるんすよね。うちのチーム今のところピッチャー僕だけですから、毎回全部投げさせられてヘトヘトですよ。確かにピッチャーが入れば好都合だな。その森塚ってのはどこにいるんだ千葉？さあ、どうせどっかの酒屋あたりで酒を飲んでるか喧嘩してるかじゃないっすか。酒屋か。じゃあ後で行ってみるか。多分声をかけても無駄だと思うっす。あいつはもう昔のあいつじゃないんす。千葉、お前そいつと何かあったのか？いや、別に。よろしくお願いしますね、桐生キャプテン。ああ。戻られますか？かしこまりました。それでは出発いたします。桐生さん、寮に行くんで。行くときは声かけてくれんさい。喧嘩か？ほら、うぜえんだよ森塚。森塚、まさか千葉たちが言ってた野球経験者ってのはあいつか？お前いい加減、手当たり次第喧嘩売るのやめねえと、そろそろ死んじまうぞ。期待の選手だったのに悲しいね。落ちるとこまで落ちたな森塚。まあまた遊んでやるよ。どいざまだな。一応声をかけてみるか。あんた森塚か？ああ。なんだおめえは。桐生だ。実はあんたにちょっと相談したいことがあってな。相談？こんな俺にが。あんた変なやつだな。でなんだよその相談ってのは。この酔っ払いが何でも聞いてやるぜ。実は俺今瀬戸内ウォーリアーズという草野球チームのキャプテンをやっていてな。何？単刀直入に言う、うちのチームに入ってくれ。断る。どうしてだ。あんた野球をやっていたんだろ？もう俺は野球はやらねえんだ。
大嫌いだからな。聞いた話だと何かトラブルがあったというが、一体何があったんだ？てめえなんかに話す筋合いはねえよ。おい、酒だ。酒をよこせよ。もうずいぶん飲んでるんだろ。やめておけ。うるせえ！てめえ、さっきから何なんだよ。ただでさえ俺はむしゃくしゃしてんだ。酒よこさねえなら、ぶっ殺す！なんだ、強えな。喧嘩では、怠慢では負けねえ自信あったんだが、上には上がいるもんだな。酒飲んでてあれだけ戦えるんだ。まだまだ動けるんじゃねえか、あんた。そうかもな。野球なんてルール忘れちまったけどよ。一体何があったんだ。あんた野球が好きだったんだろ。好きなんてもんじゃねえよ。俺には野球が全てだったんだ。そうか。チームメートの不祥事でチームが解散したのか。ああ、俺は卒業後プロの夢を諦めきれずに社会人野球になんとか滑り込んだ。絶対にプロになる。チームは弱小だったが、毎日死に物狂いでやっていたよ。おかげでチームが勝てないながらもスカウトが目をつけてくれてな。このまま実績を作ればドラフトで指名してくれるって約束までしてくれたんだ。ほう、すごいじゃないか。だがその矢先に起きたのがチームメイトの暴行事件だ。プライベートで遊んでた時に飲みすぎて周りの人間を殴っちまったんだと。それで連帯責任でメンバーは全員謹慎。もともと成績不振だったこともあって、結局チームはそのまま解散させられちまった。それは残念だったな。しかもその暴行したメンバーは真剣に野球をやっていないクセ野郎だった。俺はそんな奴のせいで人生をめちゃくちゃにされたんだ。それからは自暴自棄になっちまってな。酒に浸かってとにかく野球を忘れようとする毎日だ。でもな、やっぱり野球が好きなんだよ。どうしても思い出しちまうんだ。だからまた酒を飲む。結果がご覧のありさまだ。我ながら情けねえよ。森塚、もう一度野球をやる気はねえのか。今さら遅えよ。森塚。あ、なんだ千葉か。久しぶりだな。俺を笑いにでも来たのか。お前は俺の球を打てた試しがなかったもんな。だが喜べ、今なら打てるかもしれないぜ。ふざけんな、ふざけんなよ。なんだと。俺はずっと同期のエース森塚の背中を追いかけてきた。森塚の球を打ちたくて、森塚みたいになりたくて、毎日野球をやってきたんだ。羨ましかった。センスもあるし体格もある。俺にはないものばかりだ。なのにチームが解散したから諦めたってなんだよ。プロのなり方なんて他にもたくさんあるはずだろ。何簡単に諦めてんだよ。千葉、俺だけじゃない。森塚に憧れて夢を託してたメンバーがたくさんいたんだ。それなのにダサい理由で諦めて言い訳して酒飲んで開き直って何やってんだよ。センスがあって野球が好きなのに野球を諦めるなんて。センスがないくせに野球を諦めきれない俺が許さねえぞ。
千葉。なあ森塚、もう一度一緒に野球をやろうよ。お前まだ未練があるんだろう。こんな風に飲んでても何も始まんねえよ。もう一度一緒にあの頃みたいに夢とボールを追いかけようよ。俺の憧れてたかっこいい森塚に戻ってくれよ。千葉。いけないいけない、らしくないっすねこんなの。いや、お前らしいよ。中に熱いもんを持ってるところは昔と変わらねえな。俺は逆にそんなお前に憧れてたんだぜ。森塚。桐生さん、さっきの言葉は撤回だ。やっぱり俺も千葉とあんたのチームに入れてくれ。いいのか。ああ、同級生にここまで言われて何もしないわけにはいかねえだろ。俺の人生不完全燃焼で終わっちまってるからな。このままだと一生後悔して死ぬだけだ。俺またプロを目指してみるよ。まずはその第一弾として現場復帰だ。プロか。大変だと思うがいいのか。おう、夢は見るだけならタダだからな。ただなら見といた方がいいだろう。それにやっぱり野球がやりてんだよ。言わせんなよ、恥ずかしい。よし、改めてよろしくな森塚。おう、またよろしくな千葉。おう。森塚が入れば相当な戦力アップっすよ。尾道にもまだまだ野球経験者がいるって聞きます。もし見つけたら今日みたいに誘ってもらえると助かるっす。わかった。ようよう、弱小ウォーリアーズの皆さん。サンダースの浜名。お、仲間が増えたのか。まさか森塚、こんなチームに入るのか。お前ほどの実力者がね、落ちたもんだな。余計なお世話だ。その性格相変わらずだな浜名。それよりうちもメンバー増えて強くなったっすから、試合しましょう試合。確かオタクの2軍に勝ったら戦ってくれるんすよね。ああ、今のあんたら程度なら俺たちが出るまでもないんでね。2軍の補欠メンバーたちが最近暇してるからよ。その相手でもしてやってくれ。まあ2軍とはいえ腐ってもサンダースだ。あんたらが勝てるとは思えないけどね。上等だ。お前らの2軍とやらに伝えておけ。首を洗って待ってろってな。言うね。確か桐生キャプテンだったかな。今のセリフ、後悔することになっても知らないよ。サンダーズの層の厚さ思い知るといいよ。じゃまた球場で。あの性格の悪さ、昔から変わらねえな。うん、絶対に負けたくないっすね。ああ、とにかくもっとメンバーを集めてチームを鍛えて強くしていくしかねえ。どうせやるなら絶対勝とうぜ。うっす。おう。Thank you.
そこをなんとか。じゃけん無理だって。なんだ、どうかしたのか。おう、桐生さん。ん？なんだあんた。え？俺を知らないと。桐生さん、この人超有名な世界的野球選手、ゴルチャフケンジさんですよ。ほう、そうなのか。で、その有名選手がこんなとこで何してんだ。実はタコが食べたいそうでして。タコ？この海にはの、世界で一番うまいと言われる伝説の巨大なタコが生息しちょるんよ。その名もデリシャスオクトパス。デリシャスオクトパス。実はそいつはめちゃくちゃでかくて凶暴での、見つけてもそう簡単に取ることはできんのよ。前に噂を聞いて取りに行った漁師がそいつにやられて帰ってこんかったって話もある。ほう、そんな奴がいるのか。だがそのタコはめちゃくちゃうまいんだ。世界的な有名人の僕をこんな田舎に引き寄せるくらいにね。このゴルチョフさんはかつて食べたそのタコの味に魅了されてわざわざやってきたってわけよ。それなのに怪我してるからタコが取れないなんてありえないっすよ。なんとかして漁に出てタコ取ってきてくれよ。何でもするからさ。だから無理じゃけん。怪我してなくても危ないんよあいつは。面白そうじゃねえか、その話。俺が乗ってやるぜ。え？桐生さんが？ああ、だが俺もただのお人よしじゃねえ。あんたさっき何でもするって言ったよな。は、はい。ならそのタコを食わせてやる代わりにうちの草野球チームに入ってもらう。それでいいか。あんた野球うまいんだろ。は、はい。それくらいなら喜んで。よし、話はまとまったな。じゃあそいつのいる場所にも船を出すようにするけん、いつでも声かけてくれや。わかった。よろしくお願いします。伝説のタコが食べられるまで僕はずっと待っていますからね。よう、キリュウさん、寮に行くんね。よし、じゃあ船を出すけ。今回も大量を狙うぜ。ほーりゃー、取りまくってやるぜ。あれ、
大量だな。いやー美味しかったですね、あのタコ。ああ、わしも死ぬ前にもう一度食いてえと思っちゃったが、キリュウさんのおかげじゃの。あ、そうだキリュウさん、さっきの漁の報酬です。これどうぞ。おう、ありがとうな。あー、食った食った。どうだ、満足したか。はい、最高の味でした。これで来シーズンも頑張れそうです。ふん、そりゃよかった。じゃあ約束守ってもらうぜ。もちろんお安い御用です。自分にとってもいい気分転換になりますしね。キリュウさんのチーム入らせてもらいます。おう、よろしくな。エビでタイを釣るって言葉がありますけど、まさかタコで野球選手を釣っちゃうなんて。ああ、わしも長いこと生きてきたけど、あんな人は初めてじゃ。変なやつじゃの。はい、変な人です。おい、何喋ってるんだ。あ、天野がキリュウさんに惚れたって話をしとったんよ。何言ってるんですか。違いますよ。照れなくてもいいじゃろ。もう、イサオさんたら。無理に決まっとるじゃろ。お願いですから。あ、じゃけダメだって。でも。なんだなんだ、また揉めてるのか。あ、キリュウさん、今度はどうした。世界一うまい鮭でも出たのか。いや、サメよ。サメ。ああ、ここの海で伝説になっちょる人食いザメ、ブラッディーシャークよ。ブラッディシャーク。ほうよ、血のような赤色の目をした恐ろしい巨大なサメよ。かなり前に姿を現して以来行方をくらましていたんじゃが、最近またこの海に戻ってきたんよ。わしのこの怪我もそいつにやられたもんよ。そうだったのか。じゃがこの程度の怪我で済んだのはラッキーよ。何人もの漁師が奴の餌食になっとるんよ。そこの天野のおやっさんもそうよ。え、本当か。天野のおやっさんは立派な漁師じゃった。そしてわしの大切なダチじゃった。じゃがある日の漁で奴に出くわしての、二度と帰っては来んかった。そんなことが。だから私は戦いたいんです。父の敵を倒したいんです。お願いです、イサオさん、私を海に連れてってください。バカ言うんじゃないんよ。お前なんか勝てる相手じゃないけ。ろくすっぽう魚を取ることもできんお前が、あんな相手の前に差し出せるわけないじゃろうが。そんなことしたらお前のおやっさんに合わせる顔がないけ。でも、でもダメったらダメじゃ、諦めろ。あ、おい、ったく、ああいう意地っ張りなところ親父そっくりじゃ。そのブラッディシャークってのはそんなに危険な相手なのか。ああ、そもそもサメじゃけ、わしですら一度もあいつには勝ったことないけ。じゃがあいつを追い払わんとまた次の犠牲者が出るかもしれんけん。
どうするかな。やっぱりあいつがいなくなるまでじっと待つしかないんかの。キリュウさんもさすがに危ねえからしばらく漁はやめとけの。いや、行こう。俺がそいつを追い払ってやる。はあ？追い払うって本気で言うつるんか。ああ、そうしねえと他の漁師が犠牲になっちまうかもしれねえんだろ。それは天野みたいな思いをする子供がさらに増えるかもしれねえってことだ。親父を失った子供の気持ち、俺にはわかる。そんな思いはもう誰にもさせたくねえ。キリュウさん。そう、そいつは天野の親父の仇なんだろう。だとしたら俺が仇を取ってやる。天野は俺の大事な仲間だからな。え、あんたはいつもかっこええの。わしが女なら惚れとるけ。わかった。じゃああんたを奴のいる場所まで連れて行くけ。じゃあ奴は今までの連中とは比べ物にならんけ。戦う前にしっかり腕を磨いとけよ。ああ、もし仮に桐生さんが死んだら天野はもっと悲しむことになるけ。そんなことしたらわしが許さんけ。あんたも天野が大事なんだな。当たり前じゃろ。よし、じゃあ準備ができたら船を出すけ。声をかけてくれや。わかった。よう、キリュウさん、漁に行くんね。よし、じゃあ船を出すけ。今回も大量を狙うぜ。ほりゃ。さあ、漁を始める。あれ。Thank you.
大量だな。いやさすがじゃの桐生さんは、あのサメを倒しちまうんじゃけん。大したもんよ。今日は祝杯と行こうや。ああ、おう天野、聞いてくれや。天野、桐生さん、親父さんの仇を取ってくれたんよ。バカ。おい、何言うちょんな。桐生さんはお前のために。勝手に黙って行っちゃうなんて心配したんだから。お父さんみたいに桐生さんも死んじゃうじゃないかって。私、天野。バカだな、お前は。俺は死なねえよ。前に言っただろ、いくつも修羅場はくぐり抜けてきたってな。それにお前を悲しませたらこの人に怒られちまう。桐生さん。だからそんな悲しそうな顔をするな。お前は笑った顔の方が似合ってるぜ。はい、よっしゃ。しみったれんのはもう終わりじゃ。せっかくあのサメを倒したんじゃけん、祝杯じゃ祝杯。はよ準備じゃ、天野。はい。いや、今日もええ酒飲めたの。最高じゃったろ、桐生さん。ああ。あ、桐生さん、今回の報酬です。いつもより多くないか。いいのか。ほうよ、それは他の漁師のみんなからよ。他の漁師？あの人食いザメを倒してくれたおかげで、みんな漁ができるようになったけ、そのお礼よ。まあ命かけたお礼としては少ないかもしれんが、取っといてくれや。わかった、ありがたくいただこう。今回だけじゃないけん、キリさんのおかげでわしらみんないろいろ助けられたけん、本当にありがとうの、キリュウさん。ありがとうございました。気にするな、俺もいい経験をさせてもらって感謝してる。その桐生さんさえよければ、これからもずっと
私たちと一緒に漁をしませんか？おお、そうよ。わしの怪我は治っても一緒にやってくれや。気持ちは嬉しいが、俺もいつまでここに顔を出せるかわからない。俺には他にやることがあるからな。そうか、そうですよね。だが俺にとってここは大切な場所だ。可能な限りこれからも顔を出させてもらうぜ。構わないか？は、はい、もちろんですよ。ね、伊沢さん。聞くまでもないじゃろ。これからもよろしくの、キリュウさん。ああ。よし、じゃあ仕切り直してもう一杯行くか。さすがにもうお腹いっぱいですよ。何言うとんな、お前は。そんな弱っちい女、キリュウさんに振られちまうぞ。振られるって、何言ってるんですか、もう。